いつの足足足足足なめくだな足足足ケングリヒーっぽい顔の形だったんだけどあれタフィーローズっぽくなかったいけないせーナイスボール今じゃ送りていった感じだな前転がったらおばあさん行きますね絶対こっちファールキスだあ、これこそなんか自撮りボール取っとけよ感があるなあ、落とした綺麗に入ったいや、勝ちなせんセーフこれ天気ある大谷翔平このポイントオンタンがなんか土を丸いつで見たっつ俺も見た丸いつで見た普通にオンタン、下の子連れてあ、そうそうそうゆうくんの結婚式みたいなそうそうそうちゃんと2ヶ月に1回ぐらいの遊びかけてた。そういった私はもっと頻度高いので、1週間に1回ぐらいできちゃう。バッティングがすぎた。だから、小出の嫁とは本当に強く合う。ピンポイントで狙ったから。それもちょっと、あと、小出の娘のおもちゃが、うちのメイクのおもちゃになってた。ちょっと、これは、ライドの前。もう通用した。なんだっけ、YouTuber 来るしな。ピッチ出せこ一緒に来ればよかった。でなんか親が帰ってなんか生まれのふるさとの九州に帰るかもしれんからそれを機に蓮田が出ようかと考えてるって言ったからあの人出ないこれ試供品15年ぶりぐらい買ったのなんかね、もらったローソンで買ったら、なんかレシートでたまにさあー、あるよ1箱もらえた大好きなお声かあ、好きだったやつねスリーボールおーいつの間にいやいやいやアウトだアウトだアウトだはい、今日はネズケットセレクトしました。ネズケナイスピッチ。ありがとうございます。今日はネズケンがモンゴルチャンネルに登場します。イエーイ！じゃあネズケンを期待。となった同級生もいて、めっちゃ楽しかったです。もういつぶりかな3年ぶりぐらいにやったんですけど、めっちゃ楽しかったです。また今。コロナという大変な時期でありますが、またコロナ落ち着いたらみんなで、オラチュのみんなで野球がやりたいと思います。人数もなかなか集まらないですけど、人数揃ってやりたいと思います。今日のモンゴルは、オラチュの同級生と草野球を久々にやりました。この動画が良かった皆様、チャンネル登録、高評価お願いします。バイバーイ。